Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. Takuji to aruku 25分1,2,3,4,5,6,7,8 わあ、8つも来てますね。元気ですね。大きいですね。はい、結構大きいですね。はい、あ、これ近寄ったらね、支えたりいけませんので。どうですか、手を。誰がですか。ハレルヤないの。困ったもんですね、あなたもね。さあ、残りおよそ300メートルぐらいになったんじゃないでしょうかね。なんで数字が分かったかというと、はい、床に数字が書かれてるんです。木さんはこんなに正確じゃありません。300でしょうか400でしょうかっていう、いうタイプですから。家内製手工業でやっているかっていう。だから私がね、番組の冒頭でたまに喋ったりするじゃないですかね。あのリサーチなし、打ち合わせなし、台本なし、インタビューなし、グルメリポートなし、編集なし、反省会なし、予算なし。この最後の予算なしっていうのはそういうところなんですよね。人に頼めないから自分でやってるっていう、珍しいと思いますよ。おはようございます、坂口拓司です。おはようございます、妙高院雅子です。今日は、3週目になりますね、はい。福岡市東区の柏浜北公園から歩き始めまして、柏浜三島片来橋、を渡って、柏テリハ愛鷹橋を渡って霞ヶ丘を渡ったところ、まああまりに気持ちがいいんで、はい、ちょっとあの波打ち際まで、降りてきました。内海なんですけれども波の音はありまして、この砂浜ギリギリのところにですね、クラゲが 1,2,3,4,5,6,7,8 わあ、8つも来てますね。元気ですね。大きいですね。はい、結構大きいですね。はい、あ、これ近寄ったらね、支えたりいけませんので。どうですか、手を。誰がですか。ハレルヤないの。困ったもんですね、あなたもね。最初の子は冗談も言えないぐらい緊張してたんですけど、だんだんあの収録の回数も高まってまいりますと、あの重ねてまいりますと、ゆとりができまして、冗談の一つや二つも言えるようになったって。いや結構大きいよこれ、坂口さんの顔ぐらい。いそうですよね、当ててみて。巨大ですよ。誰がですか。直径これ30あるんじゃない。本当、こんなクラゲちょっと見たことがない。そうですね。いやいや、びっくりですね。驚きました。はい、あ、いるんだね。すごいいっぱいいますね、クラゲが。びっくりですね。はあ、まあ、あの海温の上昇とかいうふうに言われてますから、はい、魚種が、魚の種類が変わってきたとかね、いわゆる生息の環境が変わってきてるから、もうあのクラゲもいるのかもしれませんね。今その砂浜を、はい、だから遊歩道をちょっと離れまして、砂浜を歩いております。三島崎の方向に歩いております。昔ね、私、はい、あのここ新婚時代に三島崎の団地に住んでおりまして。お、そうでしたか。じゃあ思い出の地じゃないですか。そうなんですよ。でその当時は、はい、平成元年とか2年とかぐらいだったんで、こんなに整備されてませんで、この、道路というのはですね、はい、いわゆる裏道で、へ、柏火炎を抜けて裏道、あの混むんですよこの東区って。あ、昔からね、はいはい、昔裏道として活用される車が多くって、整備もされてなかったんで、散歩しようなんていうエリアじゃなかったんですよ。あ、じゃあもうこの海沿いも全然散歩コースはなかったんですか。なかった。このね、
木は植えられてました。あ、ヤシの木のような。ヤシの木のような、あ、これはね、フェニックスみたいなものとか、ソテツみたいなものとかは植えられていたんですけれども、とてもね、なんかこう散歩しようというふうな気持ちにならないような寂しい感じ。あ、そうなんですか。車は通るけど、あんまり散歩は しようという気持ちにならないっていうエリアって分かりますよね、中にはね、そういう感じの道路だったんですけれども、この整備することによって、これは毎日っていうか1日に2回ぐらい行っちゃってもいいんじゃないっていうぐらいの、朝と夕暮れと、はい、そんなエリアになりましたね。はあ、全く様変わりなんですね。趣変わってます。でね、三島神社の鳥居の話を数回持ち出しましたが、あの三島神社の鳥居もね、寂しい感じで、はい、もうこれ人工島なかったわけですよ。もう海がドーンとあったんです。博多湾が、寂しい感じでした。今はもう都市高速が、そうですよ、見えまして、ね、だから散歩してらっしゃる方はおそらくは手を合わせている方もいらっしゃるでしょうから、だからね、神社にとっても環境変わったと思いますね。不思議な気がいたします。よいしょ、今大きな石を、一歩一歩登っております。さあ遊歩道戻ってまいりました。はい、新婚時代はね、もうあの赤ん坊を抱きながら3時間おきに起きますからね、あの団地住まいでしょ、迷惑かけちゃいけないんで、あのドアを、開けて、そのドアも鉄製のドアなんですよね、団地ですからね。そうなんですよ、ガチャっていうね、今のなんかあのディンプル式の鍵じゃ ない時代ですから、ガチャッという音もしないように油をいっぱいさせてね、外に静かに出てってこの辺であやしてたっていう記憶がありますね。ちょっと蘇ってきましたね。一日にしてならないですよね、本当に。一番あの哺乳類で成長に時間がかかるのは人でございますんで、はい、ようございました。さあ、そんな冗談を言いながら、その団地を横目に、そうそう、新婚時代に過ごしたねそうですよ、1階だったもんですからね、1階ですか、なぜか草がボーボー、頼みもしないのに生えるっていう。であの業者の方にお願いしたらいいんですけれども、なんかこう気になってね、自分で抜くっていう、はい、でよくあの休み明け会社に行ったらね、坂口どうしたのとか、海水浴行ったのとか、ゴルフ行ったのとか言われて、いやいや草取りですとかね草取り明けでしたね。ちょうどあの4月5月6月とだんだん紫外線がきつくなってきて、もう見事に焼けましたね、半日以上やってるとね、はい、そんなことを言いながら。その時から花火大会あったんですか。その時からはね、ありましたね、はい、あれ実は非常に伝統ある花火大会ですよ。規模はね、あの有料で、大規模に人を集めて音楽鳴らしてというような花火大会ではないですけれども、地元の方々に愛されている、花火大会ですよね。浴衣姿の若者とかもう近郷近在からやってまいりますから、はい、三島崎のこのカシー川、これが、これもね、だから三島神社カシー宮の抹茶ですね、はい、創建、まあ、あの皆さん身近にありすぎて、あまりそのありがたみが分かってないんですけれども、私1回目の放送で言いました、寛平大社、皇室からの勅使がやってくる神社です。そう日本に数がありません。カシー宮はあの大々的にガーンとこう宣伝するような神社じゃありませんので、その存在の凄さみたいなものを分かってらっしゃらない方が多いんですけれども、すごいんですよ実は。カシー宮、はい、そうですね、そのカシー川の、にかかる片尾さ橋を今渡って、カシー浜のエリアに入ってきました、はい、このカシー浜はですね、バスの営業所っていうのがありまして、だからあの、福岡市中央区の天神あたりでバス乗っても終点だったんです。あ、ここがもうぐっすり眠っても起こしてもらえる、それ安心ですねそういう場所だったんです、だからね、あのラッキーでしたね結構起こしてもらいました。
さあ、カシイ浜の方に向かっております。カシイ浜の北公園、はい、第1周スタートしたところに戻りつつあるところですけれども、この道路は 1,2,3,4,5 車線ある道路ですけれど、赤信号で随分長い列ができますね。100メートル以上できるからやっぱり通行量多いでしょ。多い。そしてあのバス、空港行きのバス、そうですね、はい。さあ、残りおよそ300メートルぐらいになったんじゃないでしょうかね。なんで数字が分かったかというと、はい、床に数字が書かれてるんです。木さんはこんなに正確じゃありません。300でしょうか400でしょうかっていう、いうタイプですから。言い切ったっていうことは何か標識があったっていうことですね。面白いことにこの横にあるこのね、はい、あの柵ですけども、欄干がついてますね。上にね、玉ねぎ型の、そう、あの和風の東アジア独特の形の、いやーびっくりしました。気がつきませんでした。こちらに戻ってきてから分かりましたね。なぜかあの散歩を一人でなさっている方は歩く速さが速い。そうです ね、なんでそんなに急ぐのっていうぐらい、時速で言えば6キロ以上ぐらいの歩き方ですね。そうですね、うん、タン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 、そうそう。もちろんあの消費カロリーはそういう速足の方がいいらしいですけど、私たちみたいにちんたらちんたら歩くのはほぼ効果がないっていう。競技じゃないんだからね、競歩じゃないんだから、ゆったり歩いてもいいんじゃないかなっていうふうに思いながら私たちはこの番組を進めております、はい。だから本来だったらあのおじさまみたいなペースで行くとこの拓司と歩く25分2周ぐらいでひょっとしたらこの1周が周回コースができたかもしれないんですけども、わざとじゃないんですけれども3周かかってるっていう。ちょいちょい寄り道しますから。そうですね、はい、そうなんですよ。しょうがないですよね。けど砂浜があったら見に行きたくないですか。そうです。ちょっと降り立ちたくなります ね、降りたから、クラゲがいるっていう、直径が30センチぐらいある、まあ、私の頭のサイズぐらい。まさに私の頭皮はもっとありますけどね。それは周辺ですから、直径じゃないですからね。びっくりですよ。驚きです。はい、ここはね、カシの椎浜の北公園ですけれども、まあ、公園と言いながら、はい、あまりお子さんの遊具はないでしょ。そうですね、うん、ただね、シンボル的にほらここから見えますか、はい、なんかあの作り損ないのドーナツのような。あれはねポップアートなんです。黄色と茶色のね、あの世界的に有名な彫刻家のイサム・ノグチの、現代美術の作品です。はい、あれは直径がそうですね、60センチぐらいの鉄製のものがぐにゃぐにゃっとこうね、ドーナツ的なものが置かれてるんですけど、あれはとても有名な作品らしいですよ。私存じ上げませんでした。出来損ないのドーナツとかいう失礼な表現。いやいや、そういう話ね、親類縁者の方はね聞き流していただければというふうに思います。ね、あのなんかローカルのラジオ局の喋り手が喋っとったけど、随分失礼なやつやねで流していただければと思いますね。意外に広まります。あ、そうですか。もう誰かが書かれてらっしゃったりしますから。あのね、あまりにものどかなんで、三島神社の鳥居に今7羽のカラスが止まっております。ですからあの鳥の中継所というか、一休みできる場所にもなっているっていうことですよね。サギなんかも止まってますね、向こうに。そうですね、一つ鳥居がありまして、祠は二つあるっていう、三島神社。さあ一周ですか。まもなくするところですね。あと50メートル、母行ってるじゃないですか。どうですか、取り組み、あ、終わった後の力士みたいな感じになってますよ。そうですか。こちらのね、お母さんも頑張ってるんですけども、体力が落ちているっていう。そうですね、年とともに落ちております。はい、あの気持ちがねついていけばいいんですけども。はい、3週にわたって、お送りしておりますけれども、福岡市東区の、カシイ浜北公園からの周回コースで、いかがだったでしょうか。ちょうどあと10メートルほどで1周であります。
これはだから私たちは3周かけて1周しましたけれども、もちろん普通だったらね1時間ちょっとぐらいで行けるんじゃないかなというふうに思います。はい、風を感じながら、あ、海の、ね、環境を考えながらお歩きになるといかがでございましょうか。三島水域の豊かな自然を見ながら散歩するのはいいと思いますよ。ちょうどあの干潮の時には、干上がった時にはですね、先ほど申し上げました貝なども見ることができるかもしれません。米付きガニとか、白線塩招きとか会うことができるかもしれませんので、おすすめであります。まあ、いろいろこれまで、散歩はしてまいりましたけれども、これは第一級の散歩コースです。そうですね、素晴らしかった、気持ちよかったです。散歩いろいろあの効能はありますがね、ウォーキングはあの負荷の少ない有酸素運動ですからやるに越したことはないんですよね。で、1日にだいたいそうですね30分ぐらいのウォーキングを、継続していくと心疾患とか脳卒中とか糖尿病の発症が3割減少したっていう報告もあります。3割、そうなんですよ。 あまりね科学的なことはこの番組では触れてこずに来ましたけれども、1日ね1時間までは行かなくてもそうですね40分ぐらいのウォーキングを週3ぐらいのペースで、行うとその脳の例えば記憶を司る海馬っていう海の馬と書かれた箇所がありますけど、海馬が1年で 2% 増えたっていうデータもあります。はい、アメリカのアルツハイマーの協会はですね脳を守る10の方法の一つに1日30分以上の散歩を挙げております。いろいろね考え事をするときには散歩しながらっていうのも多いんですよ。そうですよね、お風呂入りながらっていう方も多いんです。ひらめいたりしますよね、なんか歩きながら何考えるんですか。ラジオで何喋ろうかなとか、中継の素晴らしい、なんかこうちょっと考えたい時とかは、出ませんよね。出ません。家でじっと考えてもやっぱり出ないけど、何かこう散歩とかきっかけでね、景色見ながらしてるとふっとなんかヒントが出たりとか。私ね散歩する時って何でしょうね、私の場合は何かから逃げてる時ですよね。切羽詰まった状況になって気分転換で散歩に出かけることが多いですね。ぼーっとしながら歩いて何かひらめいて、まあ改善策っていうのがな、それがこう降りてくる、そうそう降りてくる感じです、リセットして。そうなんです、どうでしょうか、お役に立てれば幸いであります。この番組を聞きながら、ぜひ一緒になんかお散歩そうですねいただけてると、はい、嬉しいですね。そうですね、あのポッドキャストにも上げられておりますので、はい、過去放送した分ですね、まあ、あの順番なんですけども、私がサボるとアップされないっていう私がサボるとアップされないっていう記憶もうね、喋るところから、ポッドキャストに上げるところまでしておりますので、もういかに家内製紙工業でやってるかっていう、だから私がね番組の冒頭でたまに喋ったりするじゃないですかね、あのリサーチなし打ち合わせなし台本なし、はい、インタビューなしグルメリポートなし編集なし反省会なし予算なし、この最後の予算なしっていうのはそういうところなんですよね人に頼めないから自分でやってるっていう珍しいと思いますよ。いやそうですよね、坂口さん本当に、いやいやいやログインからログインからね、頑張っていただいて、そう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 、ポッドキャストはね検索していただいたら、はい、出る場合は出ますんで、出ない場合は諦めてくださ いやいやそういうことですよ。私もねデジタル難民になって、デジタル難民なんですよ、はい、新しいことをなんかこうしようという意欲はあるんですけれども、ついていけてないっていうシーンが多々あって、ただこう気持ちだけはあるから、こう優しめにね若い世代の方にちょっと教えちゃってとかなんか言ったら教えてくれたりするんですけど、それでもダメな時はもう諦めるもう明らかに極める、もうなかったものとする。そうなんですよね、メールがダメなら手紙があります。そうです、手紙がダメならメモがあります。なんとかね、伝わっていくもんでございますから、はい、
はい、そうですね。デジタル難民を自慢してどうするんだっていうふうに思いますけど、なんか世の中がどん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 進んでいきましてね、ついていけない感じになっておりますけれども、なんとかしがみついていかないといけませんね。そうですね、時代がどんどんと。まさかあの確定申告がスマホでできるようになるとは思いませんでした、はい、ここ10年の私が驚いたことですよね。どうですか、あれです、やってますか。やってますね。おお、あの間違わなくて済みますよね。ああ、そうですね、うん、何回も電卓を弾いてましたけど、向こうはもう取りっぱぐれたら大変ですから、一生懸命だから、そういう計算ソフトが中に入ってるから、はい、もう絶対間違わないっていう仕組みになってるわけですけどもね、ありがたいもんでございます、などなど言いながら、はい、今日は御影石のこの椅子に座ってるんですけども、さっきあのこの柏山北公園に関して触れましたが、これは都市高速の、はい、道路の橋脚の周りにあるところで、そうですね、えらく広い公園でありまして、片尾沢橋渡ってもすぐあったでしょ、もうほぼすぐある感じですよね、はい、小学校一つ分ぐらい広さ、ひょっとしたらあるのかもしれませんけれども、子供向けのものの遊具が一箇所しかなくて、だからまあこのね、先ほど言いましたイサム・ノグチの作品の上で遊べませんから、これは現代美術ですから、そうですよね、またがってあのね、みんなでギャロップとかしたらダメですからね、これね、これインスタに写真を上げてもダメですよ、乗って、現代美術ですから。そうなるとやっぱり遊具一箇所しかないから、この公園っていうのは大人向きの公園でしょうね。でこの私たちが今座っている御影石の椅子も、これはお子さんがこれに座ろうと思ったらよくトラブル石ですから、はい、ね、というところで発表します。1364歩1364、はい、まあ、座って触ら、ね、あの座って喋んなければもうちょっと行ってたわけ で、 そうです、ね、1500ぐらい今日は行けたかもしれませんね、はい、はい、距離は 0.76、0.76、はい、そして45キロカロリーです。45キロカロリーですから、はい、2周目が伸びましたけども、3周目はあ、まあ、時間が余りましたんで座ってお伝えしましたんで、はい、こういう結果になりました、3週にわたってお送りしました福岡市東区柏浜北公園からの周回コース、いかがだったでしょうか。まあ、私今までいろんなところを歩いてきましたけれども、気持ちの良さと立地条件、まあ、ここがナンバーワンです、もう言い切ります。今週はこの辺で。歩く25分、今日はここまで。来週はどこを歩くんでしょうね。今日も皆さんにとって気持ちのいい一日になりますように。ではまた来週。Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kay, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What?
Regular distribution every Monday and Thursday, and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.